はい、バービーですバービーですって始まり方よくわかんないけど、過去7回ぐらいですかね。前回のがもうちょっと最終回なんじゃないかっていうね、雰囲気立て忘れてたんですけれども、もうちょっと遊べ、はい、分かってます、はい、A ボタンで選択してその中に入ってね、もうちょっと遊べるんじゃないかなって思いまして、なのでちょっともうちょっと遊びたいと思いますいやなんかそのこれは皆さんどうやって遊んでるんだろうと思っていろいろ見てみたんですけど、まあ、ほとんど私多分遊びその皆さんやってる要素はやったかなと思うんですけど、あのねちょっと風呂とかにね人入れてないなと思って、うわそっか前回のままだからすごいことになってるんだいろいろとね。あれバービーってどこ行っちゃったの？あそうだバービーもなんか最終回だと思ってなんか黒くしたんだけど、私あそっかバービー黒くしちゃったんだ。はいこんにちは。ねえそうはならないと思うの、ね、そうは絶対ならないと思うのよ私。あ水が入りました。これは見てなかったもんね。これはぶん投げたらいい？え、なんかすごい液体してない色。え、なにこれ？びちょ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 。これ何ね？これ何これ？バービー、これ何これ？どっちもちょろちょろ出るんだけどさ。これ何なんでしょうね。なんかあるよ。待ってこれ、わかったこれあれじゃない？ほらちょっとごめんなさい、お店の名前が出てきません。あのほらあの何入浴剤の店あるじゃない。え違うの？ちょっと待っていや違うの待って、入浴剤で正解でよかったんだけど、あの色味やばくないですか？なんでそんな、なんか毒みたいな色してんの？誰か助けて。ねえ。すごいね、これ毒みたいな色してんのよ。待って、この中にいろいろアイテムがあるわ。あ、これをやってないのよくないですね。ちょっとこれをバービーにあなたあげるわ。はい。どうして？あ、つけたこれ。ちょっと待って。バービーがなんか怖いことになってきてる気がする。あんまり、ちょっとあの、危険って感じではあるんだけど。ねえ、沼から這い出たお化けだよね。現状の姿は大丈夫？これ何？何これ？爆発しました。これ、あ、見て、押してあげるとね、お水がね、ちょっとちゃんとお水になりましたよ。ただもうあの、綺麗な水には戻れないみたい。まあそうだよね。あ、分かった。違う色入れてみたらいいんじゃない？これは？えい。おお、そうはならんやろって。そうはならんやろってね。え、これ、ほんとなんで一人しか入れないんだろう。ねえ、別に複数人で入ればよくない？横暴だよね。うん。男子は女子が使用しているときは洗面所に入れ、なんで最後まで言わないのよ入れてんてんてんみたいな。ボンバーマン手振ってるわ素敵ね。やばい、ボンバーマン入っちゃった。どうしようね、やばいって。なんか顔がねえ、このこれパックだよね。分かった分かった、ちょっとあの分かった分かった、ごめん、あのちょっと乾かそうね。うん、乾かそうね。ちょっとまず乾かそうね。ごめんいや違うんよ。まずさ、問題点はそこじゃないんよ。あのこれ何？キュウリパックか何かですか？よくあるよね。なんかね。
じゃあ金髪に戻そうかな。うわー、レインボー。もうレインボーは違うよね。彼女は金髪だと思うのよ。あれ、ごめんなさい、金髪どこですか？これですか？これですね。やっぱ金髪がなんだかんだやっぱ一番落ち着くよね。うん。あ、バービーだなみたいな。うん、まあ、ピンク色ってでもありますけどね。どれですか？これですか？あ、なんかちょっと暗い？あ、でも可愛いんじゃ。あ、え、これ顔のやつって彼女撮る気ないのかな。もう一生このままで行く、やっぱりこのままで行くのかもしれないよね。まあ、その時はなんかちょっと支えてあげよう、なんか私たちがいけないんだみたいなね。そうだね。え、なんかこれってさ、結局なんか実在する服なの？なんか、これかわいいよね。え、なんか、普通。なんか、わ、すごくない？これな、どういう柄？え、なんで？なんか鼻が、なんか、鼻が湧きます。下半身から。ねえ、大丈夫かな？本当に。なんか、このゲームさ、やるたびになんか新しい要素見つかるの本当に面白いんだけど。ねえ。もうなんか、もう何もないだろうと思ってさ、さすがにちょっともう、終わりかなと思ってたら、何かしら新しい要素見つかるの本当にやめてほしいよね。どうしよう。なんか違うのよ。もっとね、ヒール高いのバンバン履いてほしいんだけど、ヒール高いやつあんま可愛くないって致命的じゃない？これ。足かかないね。今見た？足かいてたよ。ダメダメ。もうちょっと。ガールズなんだから、もうそんな、ちょっと、はしたないわよ。本当に。もっと自分に自信持って。ダメダメ。私が誰よりもバービーの世界の住人じゃない？今の発言。まあ、これでいいわよ。ただ顔が怖いのよ。またやろうね。何をよ、何をやればいいのよ、一緒に。すごいじゃない、ちょっと。あなたもよ、あなたも。どうすんの、あなた、ちょっと本当にね、びしょびしょ、本当に。怖い。なんかもうちょっとドライヤーして、とりあえず自分で。どうなるの、彼女って髪の毛、あれ？何その髪の毛、あなた。ちょっと、ボンバーマンとしての実力忘れたの、あなた。ダメよ、ダメダメ。嘘でしょ？ショックよ、私はあなたに。あなたこれよ。喜んでる。喜んでるもん。喜んでるんだからね、やっぱり。ちょっとこれじゃないとダメですよ。ね、すごく怖いの。本当に、どうしたらいい？ね、これホラーのさ、なんかなんだろう、ゲームに出てこない？知らないけど、全然知らないんだけど、なんかいそうじゃない？すごく怖いです、私今。泣きそう。本当に。子供なら今もう多分無理よ。もう耐えられてないと思う。どうしたらいい？もう宇宙行く？宇宙でボンバーだよね。あ、これは何これ？ね、これ何？これはどういうつもり？何のテーマなのこれは。コスプレなのかしら。まあでもそういう系だよね。何のコスプレなのこれは。え？ちょっとこれよね。長靴？どうしたらいいの？私、彼女のこと本当、彼女のファンの人本当ごめんなさい。いるかわかんないけどね。いたら本当にごめんね。だって顔のやつ外さないんだもん。わーお。これが、なんか文句言ってる？喜んでる。やっぱ私たちってやっぱイケてるよね。やっぱこう顔にさ、ウケるみたいなこと？ウケないんだけど、あんたたちちょっと。嘘でしょ？こうなってくるとちょっとさ、他の人も風呂入れたくなってくるわよね。おっと、男子は女子が使用しているときは洗面所に入れないの。入れないからな、どうしよう。
誰行ってみる？彼女行ってみる？あ、彼女、はい。分かった。もうさ、女子大爆発しようよ。みんなでさ、もう大暴走しよう。はい。え、そんな髪型だったの？結構びっくりしてる、私今。閉めないよ、あんたたち。浴びなしゃわ、ちゃんと。浴びる気ないわね、あの人たち。うん。浴びなさい、ちゃんと。手振ってる場合じゃないのよ。うん、彼女ここ。なんかずっと喜んでるね、あの二人。やっぱ仲良しだね。ちょっと、ね、大丈夫？なんかいろいろと、本当に。ね、壁、床に埋まっちゃった。ね、なんでシャワー浴びないの、あなたたちは。浴びなさい、ほら。出してあげなきゃいけないのに、ごめんね。そうだよね。ちょっとごめんごめん。あなたは、じゃあ、あれ水なくなってる。誰、水捨てた人。ちょっと。よいしょ。どれがいいかな。さっきこれ入れたでしょ。これじゃない？ぽい。いいんじゃない？比較的良さげな色ですよ。うん。すんごい曇ってる。まあ、あと、まあ、ここで利用するべきというのはやっぱここじゃないですか、この。ね、みんなちゃんと洗ってね、ダメよ。びしょびしょじゃないの、あなた。ちょっと。え？消え失せたんだけど、あ、勝手に戻っていくスタイル。すごいな、あなたたち。私の意思とは関係なく動くのね。感動した私、うん、なんかハート出してたわよ今の人。おっと、男子は女子が使用しているときは洗面所に入れないの、はい、なんか言ってる。髪乾かしたらとりあえず私それを提案するわ。やばい、色畑会議始まった女子のね、なんかさーってことでしょ。あ、でもさ、見て見て、鏡ちゃんと映ってる。それだけはすごくない？ね、本当に怖い。本当に怖いのよ。あ、パックあげなきゃ、この人にもね。あ、いない！誰？ここ濡らした人ね。お母さん許しませんよ、本当に。あ、じゃあ私が多分出しちゃったんだ、無理やり、きっとね。ごめん。一人入れるわ。ピンクちゃんまだ風呂入ってないじゃない。ダメダメ。ダメよ、ピンクちゃん。ピンクちゃん。はい、ピンクちゃん。ピンクちゃん、じゃあこれね。ボン。ピンクちゃん、ピンクね。はい。怖いわ。とても怖いわ。ほんと。これよりそっち行ったら多分あれだよね。ね、寝てる人いるんだけど、一生寝てる、あの人。大丈夫。これ私がやったんだよね。ひどい。まあでもこの辺はもうあと、あ、なんかさ、飾れるんじゃない？これとか。だからどうしたみたいなね。とこではありますけど、なんでよ。待ってよ、なんで飾れないの、おかしくないですかこれ。ちょっとあなたおかしいんじゃない。ちょっとピンクのやつ、邪魔や、あなた消えなさい、はい、え、棚って何ね、棚の概念死んでない、大丈夫。そうなんだ、ごめんなさい、帰ります。いやー、とりあえずね、まあ、今日は、その、お風呂をなんか結構楽しんでいらっしゃったのよ、その、海外ユーザーの皆さんはね。だから、よかったら、じゃあ私もやっぱお風呂を楽しんだ方がいいのかなと思って、まあ、やってみたんですけど、まあ、なかなかにパワーでしたね。本当に。パワー以外は何物でもないみたいなね。なんで入らないの？これかけるよ。何が変わったっていうの？
なんかね、誰か、誰かテンション下がってる。ドゥンドゥンドゥン。この二人ずっとなんか、実は仲いいよね、この二人ね。うん、すごい仲いいんだと思う。なるほどね、お風呂だけでもこれだけ楽しめたのね。よかった、この、なんか謎の楽しみをね、知らぬまま終わらなくて、よかったなって。うん。Lスティックで手のカーソルをいずれかのヘアボタンまで動かし、A ボタンで選択してその中に入ってね。あとは、まあまたあれですね。ちょっとまた後日もしやるときは、あ、ここそういえば楽しんでなかったなっていうところまた探して楽しみましょう。探せるかな。探せるよねきっとね。なんかまだあるんじゃないかな、わかんないけど。誰もいないじゃないのよ。私はこの曲が一番好きだからね。ちょっと一人でやってる、嘘でしょ、かわいそう。これ映ってない人たちどうしたの。ねえねえ、バービー紛失事件なんだけど、ね、ちょっと待って、バービー、バービーと、いや違う、バービーだけじゃない、あれ、あの最後さ、やっぱダンスダンスレボリューションした方がいいかなと思ったんだけど、いないんですけど、あの消失、神田で消失した、ごめんなさい、あのバービーさん呼び出しです、あのどういうこと。何、行くわよ、もうこっちからじゃあ。エレベーターね、どこに行きたい？え？どこ行ったの？これはさ、あれなのかな？一旦手持ちに戻さないとダメよみたいなこと？戻すか。なんかシューシュー言ってんだよな。なんだ？さっきスプレーかけてる人いたよね。彼女がスプレーをかけ続けてるんじゃない？シュッ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 って。ほら、うわ。あの、イヤホンで聞いてると本当にすごいのよ。あの、右耳にだけかかってるみたいな。なんとも言えない感情になるね。え、待って、これバグってない？全然始まらないんだけど。すいません。あの、すいません。嘘でしょ？ああ。ついにですね、あの、キャラクターも映らなくなりましたね。キャラクターどころか画面がもう、このバービーというやっぱこの画面が一番正義ではあるもんね。うん。ではですね、ちょっと、わかった、一回じゃわかった、ちょっと、はい。強制的に。これでダメだったら、え、どうなるんだろう、どこ。でもこのゲームってオートセーブでしょ？私の中のね、終わり方として、なんか理想だなと思ってたのが、パックをしたの二人が踊り狂ったらすごく面白いだろうなって思ったんだけど、まず現状のバービーの状況を教えていただきたいですね。どういう今スタンスっていうか、あのイメージで今ね戦ってるのか。さっき私が着せた服を維持しててくれたら勝ち、ダメだったらもう私暴れる、うん、すごく重いね、なんかね。これがいいね、これが一番なんか本当ね。あバービーバック取ってる。いや、いいんだけどね。いや、だから当たり前なんだよ。パック取ってるのなんて。
そうだよね。やっぱあのパックがなんかバグらせてきたのかな。そういうことですかね。もう最後はダンスです。ダンスで締める流れ何なんだろうね、本当にね。あとさっきね、ビシャビシャーズのみんなにちょっと乗ってもらう周りでね、はい、彼女はビシャビシャじゃないはず、ね、出たよ、はい、出ました出ました、浮いてしまう病気ね本当に良くないと思うよこの。なんで浮いて、怖いな、怖いねん、なんかもう、はい、ちょっと違う、ここあの邪魔よあなたびしょびしょのままソファ座ってる、最低だ。はい、ということでですね無事踊れたので今回これで終わりたいと思います。本当にもうそろそろこのダンスのファンができてもいいんじゃないかなって私思ってるんで、なんでダンス違うの、なんかこの間はさ2人揃ってたよね踊り、あもうやっぱ我が道を行くスタイルね、まあいいと思うよ私。あもう全然なんか曲変わるとか関係ないもんね。はい、ということでまた何かね、あここそういえばやってないなをもし見つけた際にはまたやりたいと思います。見つからなかったらこれが終わりなんですけど、はい、ということで、この踊りのまま終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。